お待たせしました、それでは11月14日、ライズワールドシリーズ大阪にて江端瑠衣選手と試合します。鈴木雅彦選手の公開練習を行います。それではシャドウから行っていきます。お願いします。ありがとうございます。続きましてミット打ちに移ります。少々お待ちください。これこのまま、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。では質疑応答に移ります。少々お待ちください。はい、すいません、お待たせしました。それでは質疑応答に移りたいと思います。ご質問のある方お願いします。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回の那須川天心戦から2ヶ月での再起戦になりましたけども、改めて那須川天心戦を今振り返っていただくことできますか。那須川天心戦を振り返って、はい、改めて、いやでも、まあ、前回というか6年前に敗れて、まあ、やっと叶った試合というか、やっとの試合やったんですけど、まあ、悔しさが残る結果に残ってしまったなっていう印象です。それから気持ちの切り替えってのはどのようにしたんですか。いや正直ね、この試合が決まってなかったら多分まだ自分の中でダラダラしてる部分もあったと思うんですけど、まあ地元の大阪での大会なんで盛り上げたいなと思ったし、まあ、そうですね、試合が決まって
切り替えたというか、もう止まっていても仕方ないなと思ったんで、もう前に進んでいくしかないなと思って、はい、切り替えましたね。もうじゃあもう自分で自分のお尻叩いてこう立ち上がったって感じもありますかね。いや、そうですね、ほんまに結構悔しかったんで、まあ、終わってしまったなっていう思いもあったんですけど、まあ、ここで立ち止まっててもしょうがないなと思ったんで、そうです、ほんまにまさに自分で自分のお尻を叩いて動き始めたという感じですね。で、前回の那須川天心戦も再戦でしたけども、くしくも今回も再戦ということになりましたけども、いかがですか。まあ、そうですね、結構、まあ、再戦ってあんまり皆さん見たくないイメージがあると思うんですよ。なんかやっても一緒やろみたいな。だから今回の江端戦もなんかやる意味ないやろっていう声もちょっとちらほら聞くんで、まあでも江端選手となら再戦でももっと前回より盛り上げれると思うし、まあ、前回は判定で倒せなかったんで、今回はもうさらにレベルアップした2人の戦いを見てほしいです。前回戦った時のに限ってしまうかもしれないんですけども、エバット選手の印象というのは改めていかがですか。いや、もう想像通り、もうね、日本のトップレベルの55キロのトップの選手やなっていうのは肌で感じましたね。強かったです。その55のトップっていうのは具体的に言うとどの辺に感じたんですか。どの辺に感じたとはどういうことでしょう。すいません。そのトップって感じたところっていうのは、そのエバット選手 の, そのスピードなのかテクニックなのか、どういった部分にそう感じたのかってことですか。でもやっぱり全てにおいて、パワー、スタミナ、まあ、スピードもそうですし、まあ、何よりやっぱり気持ちの強いファイターやなと思ったんで、まあ、でも今回も面白い試合になるんじゃないかなと思ってます。前回を踏まえ、今回はどんな試合の流れになるというふうに予想しますか。どうですかね、まあ、向こうの出方にもよると思うんですけど、まあ、僕は下がる気もないし、前回勝ってるから今回もなんていうんですか、その安全に行こうとか思ってないんで、もう絶対倒したいっていう気持ちがありますね。わかりました。代表からは以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。他ご質問のある方お願いします。はい、いいですか。はい、はい、ゴム格闘技の久保です。お願いします。お願いします。江端選手の、前回2月の剣豪戦を見て、どのように感じましたでしょうか。江端選手の剣豪戦を見て、まあ、剣豪選手って結構背も高くてスピードも結構速いし、なんかやりにくいんちゃうかなって思ってたんですけど、まあ、やっぱり1ラウンドで勝ってるし、まあ、さすがやなっていうのは感じましたね。記者会見の時にこうやっぱライズルールにこうアジャストしたっていう自信をすごく語ってたんですけど、それは剣豪戦で見えましたか。まあ、そうですね、でも、まあ、僕の中ではその、まあ、強いやつはどんなルールでも強いと思ってるんで、まあ、その辺はあんまり気にしないというか、まあ、何回やっても僕の方が強いっていうのを、まあ、どのルールでもですけど、それをちょっと分からせたいなとは思ってますね。じゃああれですか、あの岩田選手がじゃあ肘やりでやろうって言ったらやります。肘やりでも多分やります、多分ですけど。まあでもやっぱりどのルールでもやっぱり勝ちたいんで、僕は江端選手が肘やりでっていうなら全然やりますよね、僕は。お、
まあ、それだけ自信があるってことですね。そうですね、はい。なるほど。で、まあ、今回とにかく敬語で勝ちたいという気持ちがちょっと強いようですけど、その今回敬語できるというのはどういう、こう、裏付けから来るものでしょう。まあ、KO できるっていうあれはないんですけど、確信とかは。でもやっぱ大阪盛り上げたいし、やっぱり僕は KO を狙ってお客さんを沸かせる試合をしたいんで、まあ、KO じゃなくてもできるだけ盛り上がるような試合をしたいと思ってます。結構なんかもう月症候群みたいなのないですか。何ですか。燃え月症候群。まあ那須川天心戦っていう目標が、まあ、結果別として達成したわけじゃないですか、はいはい、それでこうなんか自分の中でこう燃え尽きたみたいな、まあ、僕別にその那須川天心戦を実現させたいんじゃなくて、まあ、勝ちたかったんですよ僕は、ほんまに。まあ、それで負けたんで、まあ、ほんまに燃え尽きてた部分もありますけど、そうですね、試合が決まってなかったらもっとダラダラしてると思うし、まあ、逆に良かったかなと思ってますね。まあ、那須川天心の選手の再戦を得て、こう世界トップレベル、本当の世界のトップレベルに通用するには自分の何が足りないと思いましたか。何が足りない、まあでも何なんでしょうね、まあ、言葉で言い表せれないですけど、まあそれはでもまだ自分でも分かってないんで、分かったら簡単にトップに行けるじゃないですか。やっぱりそういうのも探しながら進んでいくのが面白いと思ってるんで、僕はやっていきながらですね、答えを見つけていくというか、そんな感じです。原口選手が、その那須川選手が、ライズ卒業した後、まあ、自分がライズを引っ張ってくるんだというふうに宣言してますけども、鈴木選手はそういう気持ちは。それはもちろんありますし、まあでも僕はまず勝ち続けないと、まあ、そういう資格っていうか、ね、発言できないなと思ってるんで、とりあえず勝っていかないと。勝っていっていずれね、ライズを背負うような存在になりたいですけど、まあ、背負っていく覚悟はありますね。ちょっと話はずれるんですけど、千葉デビッド選手がラッサ選手に勝ったことによってバンタム級の勢力図が変わったじゃないですか、動いたじゃないですか、この状況についてどう思ってますか。まあでもいろんなその団体じゃないですけど、強い選手がライズのリングに上がってくれるのは嬉しいことなんで、まあ、ライズのレベルが上がるというか、55キロがもっと面白い階級になれば盛り上がっていくと思うんで、まあ、その辺は特に思うことはないですけど、あ、面白くなってきたなっていうふうには感じました。15のトップは譲らないという気持ちは。それもちろんありますし、まあ、55でまだリベンジしないといけない相手もいてるんで、まあ、それまでは絶対僕も負けないし、まあ、トップは絶対譲らないですね、誰にも。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他ご質問のある方お願いします。Dファイトの松井と申します。よろしくお願いします。お願いします。まあ、再戦の話が先ほど出ましたけれども、
なんていうんですかね、こう勝ってる身からするともう勝ち逃げしたいというかね、受けなくてもいいっていう考え方もあると思うんですけど、ご自身にはなんかそういった、まあ、メリットがまあ、あるのかってことと、心境としてはどうだったんでしょうか。そうですね、メリットは正直ないというか、メリット云々じゃなくて、まあ、再戦は再戦なんですけど、まあ、江畑選手ともう一回やったら絶対前回より面白い試合できるなと思ったんで、はい、受けましたね。はい、受けました。まあ、その立場的にはね、その例えば天心選手が鈴木選手と対戦する時の気持ちとしても、なんかこう、なんていうんですかね、こう、まあ、隠したというかじゃないですけど、まあ、受けてあげるよみたいな感じだったと思うんですよね。で、鈴木選手はじゃあ同じような気持ちでいるとですかね。まあ、でも別にそんな気持ちないですけどね。まあまあ、全然、僕は結構、やりたいって言われてるっていうことは、舐められてるっていうことやと思ってるんで、まあ、そういう相手はもう片っ端からじゃないですけど、まあ、やりたいんやったらやったるよっていう感じで、まあ、それで試合で見せつけるというか、そういうスタンスなんで僕は。なるほど。いつでもやります。あと、まあ、那須川天心選手との、まあ、試合でなんかご自身でこう、まあ、なんか得られたものっていうのがあれば教えてもらいたいんですけれども、あの試合で得られたものは、まあ、はっきり言ってないですよね、負けたし。まあ、この負けを意味のある負けにしていくのは自分自身やと思うんで、まあ、あの試合からはないですね、得られたものは。成長した部分っていうのはいかがですか。成長した部分、まあでも、いや難しいですね、わからないです。成長した部分、気持ちもテクニックもあんまりわからない。まだあの試合からですか。那須川天心戦から、はい、はそうですね、まだもうとりあえずがむしゃらにやってるっていう感じなんで、なんか投下練習みたいなすごく動きがよく見えたんですけれども、はい、ご自身ではどうなんでしょうか、これ動きは。前回の試合から、まあ、結構間も空かずにやれてるんで、まあ、動き調子はいいですよね。うん、体重とはどうですか。体重とかも全然めちゃくちゃ増えてるわけでもないですし、もう全体的にいい調子です。ありがとうございます。ありがとうございます。他ご質問のある方よろしいですかね。はい、大丈夫です。はい、では次応答終了し、鈴木雅彦選手の公開練習終了します。鈴木選手ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。